はい、ここ、書いてある、まだ書いてある、あれまだ書いてある、天体現象表現科日向研究室、まだ名札が変わってない。もう2年、1年半経とうとしてるけども、406、これ今どういう部屋の、今日は、はい、ここ先端の、教室がある、取手高地のメディア棟をちょっと見ていきたいと思います。ね、日比野犬の名前を外そうと、美野犬、美もなんかかぶれる、美野犬の津彦、日比野津彦さんの、こう展示室に使ってんじゃないの、はい、名前を。いぎみまどかと申します。いぎみさん、はい。はい。ここはグループショーなのか。そうです。何人の、3、4と5、そういうこと。幹部くんという看板を作って、ほうほうほう、1年生の時の、はい、そうです、の作品です。あの入学式の看板作ってた子ね。はい、そうです。彼の作品、2年生の。はい。フィールドワークの課題はどういう課題だったの？百瀬さんという外部講師の方がいらっしゃって、うん、で、最初に、プレゼン、どういったものを作りたいかというのを全員プレゼンして、その中で自分以外の人のプレゼンでいいと思ったのを制作するという、はい、課題でした。あ、そう、はい、もうその制作したいものっていうのは、そこのきっかけはどういうテーマだったの？そこのきっかけ、うん、そうですね、最初、百瀬さんが出した、最初は本当にどんなものでもいい、理想的、どんなものでもいい、将来的にでもいいし、もうどんな規模感でもいいから、何でもいい、はい、何の制約もなし。いぎみさんはこれ、じゃあクラスメートが作りたいって言ってたものを自分が作った、はい、これどういうものだったの？友達が作りたいって言ってたもの、これは、インド旅行に行った時に、そのインド旅行で撮った写真の裏に漫画をいっぱい描いて、めくったら漫画になるみたいな、そういったものを作りたいとおっしゃられていて、で、それで、でも結構再構成して作って、作りました、うん、それをきっかけにして、ね、はい、きっかけにしてっていう、それをなんで自分はなんか作りたいなって思ったの？私が東京芸術漫画会という、うん、あのサークル、大学公認のサークルの代表をさせていただいておりまして、うん、漫画っていうメディアと、うん、あと2年生に入ってで、前期で結構写真に触れる機会が多くて、うん、その漫画って結構表現できる部分がなんか一個のテーマ、なんか読者に分かりやすさを与えるためにはなんか一個嘘をついて他は結構現実に即すみたいっていうようなことがあって、なんかそので写真の勉強していくにあたってフレーミングをすることの意味に結構関心というか、なんか全部を表現せずに切り取っていくっていうところが似ているなと思って、だから写真と漫画って聞いた時に、あ、ちょっとやってみたいなって思ってちょっと作ってみました。写真の裏に漫画書いてあるっていうのがちょっと気になって、はい、自分のちょっとそうですねやりたくてハマったわけね、はい、今ちょっと、この授業の一瞬説明してもらっていい？あ、この授業、今2年生の、フィールドワークという授業で、百瀬彩さんという、アーティストをあのゲストで呼んでして、今日が、昨日、今日、ご紹介。はい。山下先生と。山下先生と、はい、今ちょっと公表の途中なので。ね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。この漫画自体のテーマは、なんか結構、弔い、燃やすことについてなんか書いてるんですけど、フィクションと捉えてる、一応反フィクション反現実みたいな、それも結構なんか交差する、写真使うことによってあれどっちなんだろうみたいな感じ、完全に事実ではないけど完全にフィクションでもないみたいな。助教の百瀬さんです。こんにちは。こんにちは。はい、百瀬さん、じゃあちょっとここの4年生部屋
先端芸術表現科の学部4年生が使ってるアトリエになります、うん、共通のアトリエ、共通のアトリエですね、うん、1学年24名から今年なんですかな、うん、まあ、25、6名ぐらいですかね、うん、この教室使う学生もいれば、あのもっとフィールド的にやってる学生もいれば、そうですね、例えばパソコンの中で作業してるやつもいるので、まあ、いろいろ、まあ、ここの空間を割とだから モノ系というか、いろいろ工作系の学生がメインでここ使ってるってことですね。そうですね、先端芸術表現科は結構いろんな学生がいて、うん、まあ、もの作る人もいれば、うん、映像撮ったりとか、うん、写真表現の学生もいたりするんで、まあ、結構スタジオをこう横断しながらね。これあれなんですか、壁立てずに割となんかガレージのように床で分けして綺麗に使ってんだね。そうですね、まあ年によってもこうみんながこう主導してどう使っていくかみたいな。これ音響的な作品なの？いや、映像作品なので。プロジェクション作品、ま、だこれリプロジェクターです。プロジェクターで象徴できる黄色い線から下がってくださいってそう、もしくはあれか、歩道のとこにある視覚障害者用の。そうです、で視覚障害者用の展示ブロックです。はい、うん、障害のある人に関する作品を作ってるのでっていうのもあるし、単純にその鑑賞者がプロジェクターに触らないようにっていうのもあって、ちょっと置いてみてます。どうですか4年生、あっという間の4年間じゃないそうですね、やっとそやっと、うん、あっという間でした。あっという間の、はい、え、今研究室はどこに？山城県です。山城県、はい、じゃあ映像作りなんか。そうですね、はい、砦の学生生活はどんな感じですか？あ、でもなんか最初は不便だなと思ったんですけど、うん、なんか B4 になってこうずっと結構大学で制作してると、うん、やっぱ工房とか便利だなって思って、うん、工作室とか便利だなと思って、うん、まあ私は結構砦に住めてるので楽させてもらってますけど、うん、まあ、遠方の人はちょっと大変だなっていう、うん、あと車の足がない人は、うん、まあ一長一短かなとは思いますが、うん、いいところは活用させていただいてます、うん、ね、はい明日間に合いますか？間に合うんじゃないでしょうか、まあ、とりあえず事前審査で最終審査じゃないので、これ明日チェックしていろいろアドバイスもらって、はい、そうですね、残り1ヶ月ちょい、うん、2ヶ月あるか、2ヶ月で仕上げていくって感じですね。そうですね、なので本当先生に指摘していただきたいところとか質問したいところも逆に晒していくような感じで作ってます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうもお邪魔。ここはやっぱ先端のメディア棟の中の教室で、こうプロジェクトルームっていうので、割とね天井も高いし外光も入るし、こう暗室にもできるしっていうので、あのこういう公表会とか、あの作品の展示空間としては、あの潤沢に贅沢にね、こう使えるところで、木を最大限に生かした、結構大胆だけど細かい作業もいっぱいしてるね。こう素材感のある作品というのは砦の特徴になってくるのかな。はい、砦で展開している先端芸術表現科、今日はですね、4年生が明日あの卒業制作の、事前審査会というのがあり、2年生はフィールドワークでの成果の作品の公表会をちょっとやっているところをお邪魔しました。あの学生たちね、もう明日のための設営してたりとか、2年生はね、こう大勢で先生たちと一人の公表をみんなで聞くっていう、まあ、そんな形の2年生の公表会で、私も久しぶりにこのメディア棟にやってきまして、旧日比野研究室もあの、お邪魔することができて、とても懐かしい、先端の、授業風景でした。はい、ここからね、またいろいろ砦の空間を生かした、そして、
先端芸術表現家、インターメディア、アートの、いろんなこう互いの特性、そしていろんなメディアをオーダーして、これまでにないようなあの考え、コンセプト、作品作りの作家たちがきっと生まれてくるんだろうなと、期待しております。